っていうちょうど五水と五島の間にある山ですね。富山五水と五島ってありますね。東北で、はい、その山で分けられるんですよ。あ、そういうことなんですね。で、この畑で採れた生です。今春の生だ。富山は昆布で今ここは北前船の町で昆布で栄えた町です。でその昆布で締めたあの生なすと、こちらが昆布鯛のこれはシーバスリーガルのウイスキーの水ならで作った醤油、甘く仕上げた醤油です。すごい。え、これ光るんですよ。ここ青く光ってるじゃないですか。ここが聴覚光るんですよ。夜ってこれ光るんで、これが綺麗に見えるんですよ、夜中。え、すごい。暗くしてるのかな。見えた、初めて見た、生きてる。ちょっとね、青く光るんですよ、この聴覚が。ここがこれ青く光ってるじゃないですか。これが彼らのこの刺激を与えたら光って威嚇するんですよ。でそれが綺麗に、ね、あの海とかがガーって見えるのがホタルイカの。で僕今食ってるやつなんで、食べてみて美味しかったらお父さんとあの一緒に食べるか、お父さんに送ったりして。お意外と食べれますよ、うちのやつ。いらないですか。食べれますよね、お気づけ。よかった。お気づけじゃなかった。香辛大根と辛味大根、あと新海苔ですね。あと天然のわかめ、これ氷見です。あと下の方にほうれん草。これも雪の下ほうれん草をピューレにしたものですね。あとからし菜、あとポン酢、自家製のポン酢と葉っぱの方ですね。これはエーデルフラワー、これも富山の八つ尾っていうおわらの。ちょっと今2種類米使ってまして、伊勢ひかりが銀シャリで、赤酢の方がうちのばあちゃんちのコシヒカリを使わせてもらってます。砺波平野っていう三漁村さんですけど、まあ、金沢の百万石って、金沢百万石ってあるんですけど、その百万石の米高を取ってた場所が砺波平野っていう場所なんですよ。そこのコシヒカリですね、うちの米、小さい時から食べてる。これはあの氷見の桜マス、天然の桜マスです。あの今メスだけが海にいて、オスはヤマメに変わって川に流れています。今これ週に1本2本取れればいい。これめちゃくちゃ貴重です。
岳さんのお父さんですね、スティーブン・ジョブズも愛してる器です。血中瀬戸焼きって言って、富山の立山町ってあるんですよ。その立山町にある4窯のうちの1窯です。塩ラフを使うんです。これも幸男さんの器で、血中瀬戸焼きって茶色いんですよ。全然違う。こういう感じの色を使ってて、これは新しく現代向けに作った茶碗です。あとガラスは安田泰造さんっていう作家さんの器ですね。箸置きとか、おしぼり置きとか、これも岩瀬の作家さんです。これも同じスミイカ、切り方を変えて食感を変えてます。これはさいの目に切って、あれは細かく。製図のプラチナの酒粕を3年寝かした酒粕で漬け込んだ漬けです。